マナミが事故にあったらしいんだ。母さん、すぐに病院に向かってくれる？俺もすぐに向かうから。電話越しに息子の焦った声が響く。今日は高校生の孫、マナミが一人でうちに遊びに来ることになっていた。息子から電話が来たのは、昼ご飯のカツ丼を作るために、ちょうど豚肉に衣をつけている時だった。そんな、すぐに行くわ。マサフミ、しっかりしなさい。マサフミを落ち着かせようと言った言葉だったが、私自身、心臓が飛び出しそうなほどバクバクなっていた。教えてもらった病院名で、私は病院の場所を検索する。タクシーで行った方が早いわね。急いで準備し、家を出ようとしたその時、玄関のチャイムが鳴った。おばあちゃん、元気？玄関を開けると、なんとそこにはマナミが立っていた。いつも通りのマナミ、どこも怪我をしている様子はない。何？どうしたのよ？マナミちゃんが事故に遭って病院に運ばれたって聞いたから。事故？私が？誰かと間違ってるんじゃない？私はこの通り、元気ピンピンだよ。目をパチクリさせるマナミを見て、私も首をかしげるしかなかった。え？どういうこと？私の名前は井上京子。朝食を作っていると、庭から夫の浩二の声がした。母さん、あれ取って、あれ。ハサミ？はい、どうぞ。ありがとう。こんな何気ない日常のありがとうが、私の生きる源であり、幸せである。夫とは25歳の時に結婚し、もう42年一緒にいる。だから、夫の言いたいことは大抵わかってしまう。と言っても、夫婦でゆっくり過ごすことができるようになったのは、ここ3年の話だ。俺は仕事しか能がないから、家のことは京子に任せるね。夫にそう言われて、結婚してから私は専業主婦になった。現役時代、証券会社に勤めていた夫は、とても忙しかった。平日は子供が起きている時間に帰ってきたことは数えるほどしかなく、休日出勤もザラにあった。夫は私たち家族のために一生懸命働いてくれていたのだ。私たちの子供は息子の正文一人だが、正文が中学から大学まで私立の学校に行けたのは、夫が頑張って稼いできてくれたからである。お父さん、いつも遅くまでありがとうね。体だけは崩さないようにね。忙しい夫に私はよくこう伝えていた。大丈夫。母さんの栄養満点の料理のおかげで健康体だよ。夫は、はははと口を大きく開けて笑う。家族が笑ってくれること、それが私の幸せであることは昔も今も変わらない。夫は定年退職後も会社の強い希望で再雇用されることになり、結局65歳まで勤め上げた。おかげで私たち夫婦が老後不自由なく生活するだけの貯蓄は十分にある。本当に夫には頭が上がらないのだが、夫は決して選ぶることはなく、むしろ家事全般を引き受け家庭を支えた私に常に感謝してくれた。本当にいい人と出会えたな。としみじみ思う。そして仕事を辞めてようやく夫婦二人のゆったりとした生活が始まったわけだが、気がつくとこの生活を始めてあっという間に3年が経っていた。時が流れるのは早いな。庭を見るとついこの間まで葉っぱしかなかったバラがたくさんの真っ赤な花を咲かせていた。偶然にも夫も同じ光景を見ていたようだ。夫はバラを何本か切って、律儀にトゲを取ってから私に渡してきた。今日、正文たちが来るんだろ？これ、花瓶に生けといて。そういえば今日は息子家族が遊びに来てくれることになっていた。綺麗ね。まなみちゃん、きっと喜ぶわ。息子は、奥さんの綾乃、高校1年生の娘、まなみの3人家族。庭に植えてあるバラは、まなみが小さい頃に
彼女が自ら苗を選んで一緒に植えたものだ。私たちにとってこのバラはマナミの記念樹であり、毎年綺麗な花が咲いてくれると感慨深くなる。マナミ自身もバラが一番好きな花だと言っており、このバラが咲くのを毎年心待ちにしていた。マナミの無邪気に喜ぶ姿を早く見たいな。私も夫も胸が高鳴る。うちから車で1時間の距離に住んでいる息子家族は、2ヶ月に一度はうちに遊びに来てくれる。なかなか孫の顔が見れなくて寂しい、と嘆く人もいる中で、息子は私たちに気を使ってか、ちょうどいい距離に住んでくれ、頃合いよく、よく顔を見せに来てくれるのだ。夫と2人でゆったりとした時間を過ごせ、息子や孫にも会えて、今の生活は私にとって最高の生活だと感じていた。ある晩のこと、夫がニコニコしながら話しかけてきた。母さん、今度の土曜日、会社の元同僚と一泊でゴルフに行ってきてもいいかな。ゴルフは現役時代は付き合いでやる程度だったが、仕事を辞めてからのめり込み、今では夫が胸を張って言える趣味の一つとなっている。いいわよ。どこかいい場所があるの？隣の県なんだけどね。ゴルフ場のすぐ近くに有名な温泉旅館があるらしいんだ。せっかくだからそこでみんなで宴会しようということになってね。楽しそうね。行ってらっしゃい。現役時代、苦楽を共にした同僚とはきっと積もる話があるのだろう。夫は珍しく鼻歌なんか歌っている。お父さんがいないんだったら料理も適当でいいし、私は一人で何しようかしら。急に一人の時間ができてしまうと戸惑ってしまう私。そうだ、正文たち、うちに来ないかしら。早速、私は正文に電話をかけた。今度の土曜日、うちに遊びに来ない？その日は俺仕事なんだ。綾乃も用事があるみたいだし、無理かな。ごめんね、母さん。ううん、いいのいいの。また顔を見せてね。みんな忙しいわよね。残念。すると、電話越しにまなみの声がかすかに聞こえた。あ、まなみが一人で行くって言ってるけど、大丈夫？思いがけない提案だ。もちろんよ。でも、一人で来るのは初めてでしょ？大丈夫かしら？一人っ子で大切に育てられてきたまなみを私は心配する。大丈夫よ、おばあちゃん。私もう高一だよ。毎日電車通学してるから。いつの間にか電話の相手は正文からまなみに変わっていた。そうよね。じゃあ何かあったら連絡してね。すると今度は遠くから正文の声が。お父さんが週末だし、泊まってくれば、だって。おばちゃん、いい？よっぽど嬉しいのか、まなみの声が上ずる。もちろんよ、私も嬉しいわ。私もつられて声が上ずった。思えば、ちょうどいい距離に住んでいるがゆえ、これまでまなみがうちに泊まったことは一度もなかった。だから初めてまなみが泊まりに来てくれることになり、私は喜びを隠しきれない。電話を切った後、私はこのことを自慢げに夫に話した。すると夫は本気で悔しがる。今度は俺がいる時に泊まるように言ってくれよ。自分で言えばいいじゃない。たった一人の孫であるまなみのことを私たちは溺愛していた。楽しみにしていた週末はあっという間にやってくる。明日はお土産いっぱい買って早く帰ってくるよ。夫はこう言って出発していった。たくさんのお土産を渡す相手はもちろんまなみだろう。夫がなんだか可愛く見えた。さあ、私も準備しなくちゃ。まなみの到着は昼過ぎくらいだと正文から聞いていたため、私は朝早くに掃除や洗濯を済ませ、
開店と同時に近所のスーパーへ駆け込んだ。お昼はカツ丼で、夜は煮物と和風ハンバーグ。あ、そうだ、デザートにぶどうのゼリーなんていいわね。まなみが食べたいものをあらかじめ聞いていた私は、次から次へとカゴの中に食材を入れていく。そして急いで帰って昼食の準備と夕食の仕込みに取り掛かった。時計の針が12時を指す。もうすぐ来るかしら。ちょうどご飯も炊き上がり、豚肉に衣をつけ始めたその時、電話が鳴った。あら、正文からだわ。もしもし、どうしたの？すると、いつも穏やかな正文からは想像もつかないような焦った声が電話越しに響いた。まなみ、今日遊びに行く予定だったろ？どうやら事故にあったらしいんだ。母さん、すぐに病院に向かってくれる？俺もすぐに向かうから。そんな、すぐに行くわ。正文、しっかりしなさい。正文を落ち着かせようと言った言葉だったが、私自身心臓が飛び出しそうなほどバクバクなっていた。教えてもらった病院名で私は病院の場所を検索する。タクシーで行った方が早いわね。急いで準備し家を出ようとしたその時、玄関のチャイムが鳴った。はい、今からちょっと。え？玄関を開けると、なんとそこにはまなみが立っていた。おばあちゃん元気？てかどこに行くの？いつも通りのまなみの様子を見て、あっけに取られる私。え、まなみちゃん病院は？私はまなみを一周させて怪我をしていないことを確認する。何？どうしたのよ。目をパチクリさせるまなみを見て、私も首をかしげるしかなかった。まなみちゃんが事故にあって病院に運ばれたって聞いたから。事故？私が？誰かと間違ってるんじゃない？私はこの通り元気ピンピンだよ。まなみはそう言うと私に抱きついてくれた。まなみのぬくもりを感じ、私は安心する。無事に来てくれてありがとう。さあ上がって、お腹空いたでしょう。お昼ご飯はカツ丼だと教えてあげると、まなみは両手でピースサインを作って喜んでくれた。よかった、事故は何かの間違いだったのね。もしかしたら病院側が人違いしてるのかも。そう思い、私はまなみが手を洗っている間に、念のため正文に教えてもらった病院に電話をかけてみた。しかし事情を説明したところ、病院スタッフからはそもそも事故で搬送された女性はいないと言われてしまった。どういうこと？正文は誰からまなみが事故に遭ったって聞いたのかしら。謎は深まるばかりで、私は正文に電話をかけた。まなみちゃん、ついさっきうちに来たわよ。事故になんか遭ってないって。え？事故に遭ってない？正文は拍子抜けした声を出した。私はまなみは怪我一つしていないこと、病院にも問い合わせたが、そもそも事故で搬送された女性はいないと言われたことを正文に伝えた。おかしいなあ。誰が言ったの？綾野だよ。ちょっと綾野に確認してまた連絡するよ。うん、とりあえずまなみちゃんは元気ピンピンってことで。よかった、生きた心地がしなかったよ。頭を抱えながらも、私たちはひとまずまなみが無事だったことに安堵した。おばあちゃん、お腹空いちゃったよ。いつの間にかまなみは座椅子にリラックスして座っている。お腹をポンポンと叩いて空腹アピールをするまなみを見て、私は思わず笑ってしまった。ごめんごめん、今作るから待っててね。私は急いでカツ丼を作り始めた。いただきます。あ、そうだ、
そう言ってスマホを取り出してカツ丼の写真を取り出すまなみ。写真撮るほどじゃないでしょ。お皿も地味だし。まさか自分の作った料理が写真に撮られるなんて思っておらず、急いで適当に盛り付けてしまったことを少し後悔する。そんな私にはお構いなしで、まなみは大きな口で食べ始めた。おいしい。幸せ。よっぽどお腹が空いていたのか、口いっぱいに頬張って幸せそうな顔をするまなみを見ると、私まで幸せな気持ちになった。ありがとう。そんな感激してくれるのはまなみちゃんくらいよ。おじいちゃん毎日おばあちゃんの料理食べられて絶対幸せだって思ってるよ。そういえばお父さん、昔私の料理を食べているから健康体だって言ってくれたわね。口に出そうと思ったがやっぱりやめた。そういえば何？おばあちゃん、何か嬉しいこと思いついたでしょ。顔がにやけてるよ。内緒。私たちはキャッキャとはしゃいだ。そんな感じで楽しく昼食を終え、食器を片付けている最中に正文から電話がある。母さん、さっきはごめん。テンパってて、ろくに病院に確認せずに母さんに伝えちゃって、事故の話は綾乃の嘘だったよ。正文の声は暗い。嘘？なんでそんな嘘をつく必要があるのよ。わけがわからないんだけど。ごめん、俺もちょっとまだ整理しきれてないんだけど。正文はそう言いながらも、ぽつりぽつりと話し始めた。え？ちょっと待って、場所変えるから。正文が放った衝撃の事実に私の頭は混乱する。そんな私を不思議そうに見つめるまなみの視線に気づいた。私は平静を装い、まなみに微笑みかけると、リビングを出て急いで自分の部屋に行き、ドアを閉める。そして3回ほど深呼吸し、意を決して携帯を耳に近づけた。冗談じゃないのよね、浮気って。問い詰めたらそう言ったよ。電話越しに正文が鼻をすする音がする。正文の話によると、彼は今日休日出勤で夕方まで仕事の予定だったが、予定がキャンセルになり昼過ぎに帰れることになった。そこで正文は友人と出かけると言っていた綾乃に連絡したそうだ。俺もうすぐ帰れることになったんだけど、綾乃は何時頃帰ってくる？せっかくだから俺たちも実家に顔出さないか？すると綾乃は慌てた様子で、まなみが事故に遭ったから会社から直接病院に行ってほしいと言って電話を切ったそうだ。その後すぐに病院名と、今は電車の中だから電話に出られないというメッセージが綾乃から送られてきた。正文はこれを鵜呑みにして私に電話してきたということだった。しかしこれは綾乃が自身の浮気を隠すためにとっさについた嘘だったのだ。私からまなみが事故に遭っていないことを聞いた正文は、ひとまず家に戻ることにした。すると家の前に黒い車が止まっており、綾乃は車の中の男性と仲良さげに話していた。よく見ると車の窓から出た男性の手は綾乃の手をしっかり握っている。綾乃。正文に気づいた綾乃は顔面蒼白に。車は急発進してそのままいなくなったそうだ。綾乃の様子を見てピンときたよ。これは浮気だって。そもそも綾乃は友人とは出かけてなくて、俺やまなみがいない自宅に浮気相手を連れ込んでいたんだ。正文の震える声が心に刺さる。問い詰めたらすぐに白状したよ。俺が今帰宅したら浮気がバレるから、時間稼ぎのためにあんな嘘をついたんだってさ。正文の
絞り出すような声を聞いて、私は何と声をかけたらいいかわからなかった。しばらくの沈黙の後、私はできるだけ冷静に声をかけた。正文、私たちはあなたの味方だから。私たちがついてるから。でも、あなたはまなみの父親よ。まなみが今一番頼れるのはあなたなんだから、しっかりなさいね。正文はしばらく泣いていた。私は静かに彼が泣き止むのを待つ。しばらくして少しは気持ちの整理がついたのか、正文が言った。今日中にちゃんと話をつけるから、終わったらそっちに行っていい？彼は覚悟を決めたようだ。もちろんよ。ここはあなたの家よ。夜中でもいつでもいらっしゃいね。待ってるから。ありがとう。彼はそう言って電話を切った。どうしてこんなことに？携帯を壁に投げつけたい気持ちだったが、そうしたってこの現実が変わるわけではない。今私ができることは、まなみのそばにいてあげること。そして、正文を待ってあげることだけだ。私がどしっと構えなくてどうするんだ。自らを鼓舞し、私はまなみの待つリビングに戻った。リビングではまなみが座椅子にもたれかかって、すやすやと寝息を立てていた。初めて一人でここまで来て、きっと疲れたのね。幼さの残るまなみの寝顔を見て、思わず涙が出た。大丈夫。私たちがあなたと正文を守るから。私は強く決意した。しばらくすると、まなみが目覚めた。ああ、久しぶりにお昼寝した。せっかくおばあちゃん家に来たのにもったいないな。そう言いながらも、まなみは大きなあくびをする。いいじゃない。休日なんだからゆっくりしなさいよ。ダメダメ。時間は有限だから。ふふ、賢いこと言うのね。じゃあ何する？お料理教えてよ。おばあちゃんみたいに美味しいご飯作れるようになりたい。目を輝かせて無邪気にこう言ってくれるまなみを見て、私は涙がこぼれそうになるのを必死に隠す。じゃあ晩ご飯の準備手伝ってもらおうかな。オッケー。私たちは仲良く並んでキッチンに立った。作りすぎちゃったね。明日おじいちゃんに食べてもらおう。張り切って料理したため、思ったよりも作りすぎてしまったが、まなみと二人での料理はとても楽しかった。おいしい。まなみはもりもりと幸せそうに晩ご飯を食べてくれた。私もつられて、いつもよりもついたくさん食べてしまった。まなみと特別なことをしたわけではなかったが、一日はあっという間に過ぎた。正文は大丈夫かしら。時々正文のことが頭をよぎったが、まなみに感づかれないよう、私はまなみとの会話に集中した。彼がうちに来たのは、日付が変わった午前1時頃だった。もちろんまなみはぐっすりと眠っている。こんな夜中に起こしてごめん。ううん、お疲れ様。こんな時はどんな言葉をかけるのが正解なのだろう。私は正文の次の言葉を静かに待った。俺たち離婚したよ。離婚届出してきた。正文は昼間よりもだいぶ落ち着いているようだった。正文はゆっくりと話してくれた。あれから正文は綾乃と二人きりだと冷静になれないと判断し、共通の知人に急遽来てもらったそうだ。そして三人での話し合いが始まった。すると綾乃の浮気はなんと7年前から続いていたことが発覚。正文はショックを通り越して目の前の綾乃に強い嫌悪感を抱いた。
7年間も俺とまなみを裏切っていたなんて、今すぐに離婚だ。綾乃は土下座して謝ってきたそうだが、正文は彼女を許さなかった。もちろん親権は渡さないからな。あと慰謝料は500万円だ。従わなければ浮気相手もろとも裁判を起こす。きっと正文がこんなに怒ったのを見たのは綾乃も初めてだろう。彼女はうつむいて震えていたという。ごめんなさい。従います。だから彼を巻き込まないで。彼女はこう言って正文の離婚の条件にあっさり同意した。この後に及んでも浮気相手をかばう発言をする綾乃に、正文はもう怒りさえも湧いてこなかったという。正文、私たちは味方だから何でも頼ってね。ありがとう母さん。その時タタタタッと階段を上がっていく音がした。え、まなみ、まさか聞いてた。私たちの顔は凍りつく。急いで2階の寝室に行ったが、綾乃は中から鍵をかけて呼びかけにも答えてくれなかった。まなみにはできるだけ傷つかないように伝えるつもりだったのに。正文がうなだれる。でもまなみはもう高校生よ。嘘はつけないわ。明日もう一度ゆっくり話しましょう。私たちは客間に布団を敷いて横になったが、結局二人とも一睡もできずに朝を迎えた。まなみちゃん、朝ごはんだよ。部屋の前でまなみに呼びかけたが返事はない。もちろん部屋の鍵もかかったままだ。正文は離婚の事実以上にまなみのことが心配で食事が喉を通らない。食欲がなくても今は頑張って食べなさい。大丈夫だから。正文に対して言った言葉だったが、私は自分にも言い聞かせた。そして私は昨日の晩ご飯の残りの煮付けを口に運ぶ。昨日はあんなに美味しかったのに、自分でも驚くほどに味を感じなかった。気丈に振る舞ってはいたものの、どうやら自分が思っている以上に、私自身もダメージを受けているようだ。しばらくして夫が帰ってきた。夫の顔を見た途端、私は泣きそうになった。ただいま。おお、正文は来ていたのか。あれ、まなみちゃんは。どうした母さん。重苦しい雰囲気を察知した夫は私に説明を求める。うつむいている正文を気にしながらも、私はこれまでの出来事をすべて夫に話した。腕を組み最後まで静かに聞いていた夫。正文、大丈夫だぞ、俺たちがいるから。そう言って正文の肩を叩いた夫は2階に上がっていった。まなみちゃん、ただいま。今事情を聞いたよ。まなみちゃん、うちで暮らさないか。もちろんお父さんもね。ひとまず出ておいで、みんなで話そう。しばらくするとガチャッとドアが開いた。夫に連れられ目を晴らしたまなみがリビングに降りてくる。正文、うちで暮らさないか。俺たちまだ元気だから家事もできるし、一緒に住むことでお前たちを助けられることはあると思う。でも、彼がこの後何と言いたいかはすぐに分かった。祖父母は母親の代わりにはならないだろう。その通りだ。母親の代わりになれないのは母親をやってきた私にはよく分かる。でもそれでも私たちはどうにか二人の力になりたいのだ。あなたたちは私たちの大事な息子と孫よ。家族よ。何ができるかわからないが、とにかく二人のそばにいたかった。その時、
うつむいていたまなみが顔を上げる。私、ここで暮らしたい。おじいちゃん、おばあちゃんと暮らしたい。まなみの言葉に私は涙が溢れてきた。嬉しいわ。賑やかになってご飯の作りがいがあるわ。母さんの料理を食べれば自然と元気になるからな。夫も力強くうなずく。ありがとう、父さん、母さん。正文はようやく安堵の表情を浮かべた。こうして私たち四人の暮らしが始まったのだった。まなみは昨日までのまなみとはすっかり変わってしまった。無理もない。母親に7年間も裏切られ続けていた事実を知ってしまったのだから。正文もまなみの前では平静を装っていたものの、やはり無理しているようでいたたまれなかった。私たちは無力さを痛感した。彼らが負った心の傷を私たちは治すことはできない。でも、できるだけ彼らには普通の生活を提供し続けるよう努めた。おはよう、いってらっしゃい、おかえり、おやすみ、などの何気ない挨拶、温かい食事、きれいに畳まれた洋服、日に干したふわふわの布団。はじめは私たちに気を使って無理に笑っていた二人だったが、時が経つにつれて少しずつだが確実に本来の笑顔が見られることが多くなった。私たちはそんな二人を見守り続けた。そして3ヶ月後のある休日。おじいちゃん、おばあちゃん、はい、これあげる。まなみが差し出したのは美術館のチケットだった。これ、今日までだから見てきて。でも、お昼には帰ってきてね。そう言ってまなみは私と夫を半ば強制的に外出させた。まなみの後ろでは、まさふみが含み笑いをして静かに立っていた。まなみちゃん、どうしたのかしら？何か企んでるな。何か企むほど心に余裕が生まれたことを私は嬉しく思う。まさふみが離婚してから私たちも気を張って生きてきた。常にどうすれば二人が立ち直ってくれるかを考えていたものだから、普通を装っていながらも心はだいぶ疲弊していたのだと思う。久しぶりに今日夫と二人でのびのびと外出し、心が解き放たれた気がした。そして言われた通り、お昼に帰宅すると家の中は美味しそうな匂いが充満していた。見て見て、これ私が作ったの。食卓にはちらし寿司、お吸い物、煮物、唐揚げが所狭しと並べられている。すごいじゃないか。これ、全部まなみが作ったの？浩二が目を丸くする。お父さんはちらし寿司を混ぜてくれたくらいかな。なんでおばあちゃんの子なのに全然料理できないのよ。ごめんごめん。これからはちょっとはやるよ。父娘のやりとりに、私と夫は目を細めた。今日は敬老の日だよ。おじいちゃん、おばあちゃん、いつもありがとう。ここで4人で暮らせて、私はとっても幸せだよ。これからもよろしくね。満面の笑みを浮かべるまなみと、その後ろで少し控えめに笑う正文。そうか、今日は敬老の日だったのか。私の顔はいつの間にか涙でぐちゃぐちゃだったが、夫も鼻をすすっているからきっと泣いているのだろう。私は夫と顔を見合わせて笑う。さあ食べてみてよ。私の今の力 120% 出したから。実力以上ってこと？わちゃわちゃやってる父娘を横目に、私と夫は早速まなみが作ってくれた料理を口に運ぶ。おいしい。母さんの味だな。まなみの料理はとても優しい味で幸せな気分になった。まなみが以前
私の料理を食べて幸せだと言ってくれたことがなんとなく理解できた。作ってくれた人の思いに満たされて幸せに包まれるのだ。やったー、私も食べよっと。そう言って唐揚げにかぶりつくまなみ。すっかり元気になったようだ。そして元気になったまなみを優しくすがすがしい笑顔で見つめる正文。もうこの二人は大丈夫だ。家族が笑ってくれること、それが私の幸せ。昔も今もそれは変わらない。この日に撮った家族写真は大事にリビングに飾ってある。4人とも弾けんばかりの笑顔で見ているだけで幸せになれる、そんな写真だ。暦の上では春ではあってもまだまだ寒い日のことだった。家での居場所を失って暗淡たる気持ちでただ漫然と時間を潰していた公園にて、私はとても身なりの清潔なスーツ姿の一人の老紳士に話しかけられた。こんにちは、小田切さん。どうして私の名前を？素敵な笑顔に私は彼を好ましく思うよりも先に、なぜ彼が私の名前を知っているのかが気になった。高田です、ご恩を返しに参りました。丁寧に一礼するその老紳士を見て私は大いに驚いた。高田さん。そうです、あなたにお世話になったあのホームレスでございます。にわかには信じがたく、私は狐につままれたような気分になった。良き行いは巡り巡って己に幸運をもたらすものですよ。それを証明しに参りました。高田さんはそれまでしょんぼりするしかなかった私に大変な提案をしてくれた。私、小田切文香は数年前、夫を亡くして以降、息子夫婦と暮らしている。仲睦まじければ、それで何の問題もないのだけれど、残念ながらそうではなく、息子の文也は精一杯いいように言って、やんちゃで、その嫁である有沙は同じくよく言って、勝ち気な性格だった。いや、別に二人に対して気を使うこともないのだから、はっきり言ってしまえば、息子はお調子者で、嫁はわがままで怠惰だった。生前の私の夫はとても厳格な性格で、常に息子夫婦に目を光らせていた。そして少しでもはみ出すことがあれば、容赦なく雷を落とした。そのせいか、夫が生きていた頃は息子夫婦も割合しおらしく、暮らしていく上で問題はほとんどなかった。しかし、その夫亡き後、息子夫婦は調子に乗り始め、悪い言い方だけれど、本性を表し始めた。いや、息子は間違いなく自分の子供なのだし、彼を否定することは、他ならぬ自己否定にもつながりかねないのだが、もしかすると、育て方を間違えたのかもしれないと思うのだ。それでも、息子はまだいい方で、横柄なのは嫁。夫の四十九日すら明けない頃から目に見えていたけだか、かつ怠惰になっていった。どこがどういうふうにと問われたなら、まさか私もそれが嫁の全責務であるなんて言うつもりは毛頭ないにせよ、家事をしないことだった。嫁は私がもう66歳という体の自由が利くようでそうではない年齢であることを知ってか、一切の家事を押し付けてきた。お母さんは家事だけしてればいいのよ。いや、私も家事をするのが嫌だというわけではないにせよ、自分の時間が大きく削られるのはやはり釈然としなかった。じゃあ、その自分の時間とは、というのは簡単な話で、私の趣味は自分の手でいろいろ作ることだ。
作品もありふれているけれど、ストールやマフラーといった身の回りのものが多い。話を戻して、嫁はやはり自らは全く家事をせず、すべてを私に押し付けてきた。さすがの私も釈然としないというか、むしろ理不尽に思えてきて息子に言った。ねえ、アリサさんに何とか言ってよ。私も家事が嫌ってわけじゃないし、アリサさんの義務でもないけど、ちょっとどうかと思うのよね。いいじゃん別に。あいつの言う通り、母さんは家事ぐらいしかできないだろう。全くもって聞いていないというか、常に強いものにつく姿勢は、やはりお調子者でしかなく、私は早々に諦めざるを得なかった。それでも、精一杯譲歩して、家事を任されるのを良しとしても、自分の時間が持てないのが問題だった。例えばある日、私が家事の区切りがついたので、趣味の編み物をしているとき、嫁に怒鳴られた。ちょっと、何を遊んでるのよ、お母さん。そんなことをしてる暇があったら、買い物にでも行けば？どうして私が、こんな風に怒鳴られなければならないのか、まるっきり意味がわからなかったし、仮に意味があっても、そこに何らの正当性はないように思われた。そもそも、毎日遊んでいる嫁にだけは言われたくなかった。そんな毎日が続けば、いくら私でも、いつまでもおとなしくはしていられない。というか、そこまでお人よしでもないつもりだ。アリサさん、自分で家事をやろうという気はないの？何？それが私の義務だとでも？その価値観、古すぎてウケるわね。アリサの言う通りだよ。知ってる？母さん、そういうの、老害って言うんだよ。そんなつもりは。ただ、私は常識的に。はいはい。老害の常識は、世間の非常識なのよ。口答えは許さないわ。そうだそうだ。嫁が横柄なことには、無理やりにでも目をつぶれたにせよ。勝ち馬の尻に乗るだけの息子はただ情けなかった。しかし私の抗議が全くもって無駄だったことはよしとしても、老害呼ばわりは甚だ心外であり、諦める以前に純粋に腹立たしかった。息子夫婦の傍若無人ぶりはその私の抗議以降加速度的に増していき、嫁に至ってはとうとうこんな風に言い始めた。家事をするしか脳のない、老害お母さん？ご飯はまだかしら？老害が、あたかも枕言葉であるかのように私に接するようになると、愛想笑いすらもはやできなくなる。むしろこの扱いを受けて、ヘラヘラ笑っていられる方が珍しいんじゃないかと思われる。笑えなくなるのはまだいいとしても、だんだん自分の居場所がなくなっていくのを感じていた。嫁の冷たい視線に耐えられなくなった私は、一日の最低限の家事を済ませると、公園へ逃げるようになった。季節はそろそろ冬にならんとしていて、寒いのは確かだったけれど、嫁の罵詈雑言を浴びるよりは、外の方がマシだった。しかし、残念なことに、公園へ行ったところで特にやることはなく、ただ、夕食の支度をする時間まで、ベンチにポツネンと座り、空を仰ぐぐらいしかできなかった。いかに疎ましい息子夫婦であれど、いざという時に連絡がつかないと私も困るので、スマホだけは持っているが、若者のように、それで暇を潰す手段を知らない。やれることといえば、まあこれは自分一人の慰みにしかならないけれど、いつの間にやら結構な数になっていた今まで作った手芸作品の写真を見て、自分の努力をささやかに褒めるぐらいだった。この公園は結構広く、休日ともなればそれなりに賑わうのだが、平日の昼間というのはほとんど人はいない。ただここをねぐらにしているホームレスが何人かいるのか、段ボールハウスがいくつか目に留まった。私がたまたま腰掛けたベンチから視界にも
一つの段ボールハウスがあったけれど、いかに私であれ、そこに暮らしているホームレスに小言を言うような権利はない。ある時、その視界の中の段ボールハウスから一人のホームレスの姿を見た。年の頃は70代くらいで、白髪混じりの髪はバサバサ、武将髭も伸び放題で、服装もみすぼらしかった。ホームレスなのだから求めること自体が間違っているのだが、ただなんだろう、その目は不思議と濁っていないというか、むしろ確たる意志を持っているように思われた。人間、性根は目に出るというのが私の持論だ。それに照らせば、あのホームレスは何らかの志があるように思われ、それだけを拾っても好ましいと思われた。とはいえども、それはお近づきになりたいという意味ではないし、実際、あのホームレスと私の間には何らの接点もない。その日はそれで終わったのだけれど、また別のある日のこと、漫然と空を仰いでいるのが退屈になってきたので、私は趣味の手芸用品を家から持ち出して、外で編み物をすることにした。天気は気まぐれな小春日和で、外で作業をしていても手がかじかんだりすることはなく、むしろ嫁の目がない分はかどった。あのホームレスはまた視界の中にいた。それ自体は別にいいとして、なぜか編み物をしている私の姿をじっと見ていた。それは別に嫌悪感を覚える視線ではなく、むしろどこか興味深げなそれで、失礼な話なのは重々承知ながら、男のホームレスと手芸というのがどうしても結びつかず、なぜそんな目で見てくるのかがわからなかったけれど、見られて減るものでも邪魔なわけでもないから気にしないことにした。外で作業をするのに慣れ始めた頃、あのホームレスが私に話しかけてきた。こんにちは。私、高田と申します。え？こんにちは。小田切文香です。丁寧に自己紹介され、つい高田と名乗ったそのホームレスに私も釣られてしまった。間近で見るそのホームレスは、やはり身なりこそ不潔ではあるものの、目の輝きがそうそう出会えないほどで、間近に相対しても嫌悪感は覚えなかった。最近、よくお見かけしますね。季節柄、家にいらっしゃった方がよろしいのでは。高田さんの声はとても穏やかで、酒に焼けたわけでもないなら、匂いがしないところから、おそらくタバコも吸わないのだろうし、何より優しい声色だったから、少しガードを緩めてしまう。手芸がご趣味のようですが、手が冷たくなると動かしづらくはないですか？もっとも外の方がはかどるという話なら、また別ではありますが。やはり穏やかな調子というか、誠実さがにじんでいて、どうしてこんな人がホームレスに？とは思ったものの、残念な現実として、個人の性格と金銭事情は必ずしもつながらないから、そこを考えても仕方がない。ただ、今私がこの場にいる理由を聞かれて、少し困ってしまった。答えることはできるにせよ、あまりペラペラと吹聴するものでもないし、そもそも他人の悪口や個人的な不平不満を、たった今声をかけられただけの人間に言ってもいいものだろうか。ああ、すみません。別に私もあなたのご事情を無理やり知ろうとしているわけではございません。下世話だと思われるなら、笑い飛ばすなり、無視をしていただいても結構です。そのホームレスは、目が物語っている通りなのか、紳士的で、質問に答えないことが、この高田さんという人に対して、大変な無礼に当たるような気がした。家での居場所がなくなってしまって、自分自身、驚くほど率直に、私は高田さんに理由を話した。家族間でトラブルでも。あ、はい。
息子の嫁が痛く横暴で、自分が何もしない割に私に一切の家事を押し付けるだけならまだしも、老害呼ばわりまでされまして、この時私は自分がどんな顔をしていたのかはわからなかったけれど、高田さんは難しそうな表情をした。ひどい話もあったものですね。さすがに私もあなたの息子さんのお嫁さんの詳細までは存じ上げませんが、義理とはいえ親に対する態度ではないでしょう。ですよね。それは不思議な気分で、自分の抱えていたわだかまりを今出会ったばかりの男性に話したことで少し心が軽くなった気がした、とそこでとてもわかりやすい空腹の虫の音が聞こえたと思うと、高田さんは罰の悪そうな顔をした。いや申し訳ない、人間空腹には勝てませんね。折り入ってお願いがあるのですが、聞いていただけませんか。と言いますと、100円、私に恵んでいただけませんか。まさか私もあなたの話を聞いたことに対して恩着せがましい態度は取りたくないのですが、まあそれへの施しと思っていただければ、もしこれが1万円をよこせとかなら私も断っただろうけど、ほんの100円ならどうってことはないし、話を聞いてもらった上に空腹で困っている人に対して梨のつぶてはあんまりだと思った。100円でいいんですか。十分ですよ。私は財布の小銭入れから100円を出して高田さんにあげた。助かります。これで今日一日を生き延びられます。心底安堵した様子からして、少しホームレスという立場の日々の大変さが察せられて、なんだか自分がすごくいいことをしたように思われた。失礼。早速ですが、これから何がしかの食料を調達してきます。丁寧に頭を下げ、高田さんはそそくさと立ち去り、公園の近くにある激安のスーパーへと向かった。確かあそこなら、おにぎりないしは菓子パンが100円でも一つは買えるから、少なくとも荒れ狂う空腹の虫をひとときでもなだめることができるだろう。もちろん人間、それっぽっちの食事で済むはずがないのは分かっていても、極端な話、そこまであの人に世話を焼く理由は今のところはない。それから毎日のように高田さんには遭遇して、その都度私は日々の嫁によるいびりの愚痴を聞いてもらい、代わりに彼に100円を渡すということが繰り返された。奉仕だと思えば特に目くじらを立てることもなかったし、何より高田さんが私の話に深く共感してくれるのが嬉しかった。高田さんは私から100円を受け取る都度、あの激安のスーパーへ行き、食べ物を買っている様子だった。高田さん、お腹は空いていらっしゃいませんか。100円で買える食料も限られていると思ったんですが。ある日、私は高田さんのために家でおにぎりを作って公園へ持参していた。これは私のために。はい、ご迷惑なら仕方ないですが。とんでもございません。いやー、助かります。高田さんにものすごく喜んでもらえて素直に嬉しかった。では、頂戴いたします。うやうやしく弁当箱を開け、意外と言っては失礼なのは承知ながら、とても上品に、でも心底美味しそうに高田さんはおにぎりを食べた。情けが身に染みますね。本当にありがとうございます。しみじみとした感謝の言葉には何らの裏表もなく、いかに私であれこのセリフを疑うほどひねくれてはいない。また別の日、その日はとても冷たい風が吹いていて、私は当然
防寒対策をして公園へ行ったのだけれど、どうしても高田さんのことが気になっていた。こんにちは、小田切さん。今日は冷えますね。やはりと言うべきか、高田さんに厚着をするような余裕はないらしく、とても寒そうだった。拙いものですが、これで少しはマシになりませんか。私はこうなることを予測して、家から持ってきていた自作のマフラーを差し出した。これは、私が編んだんです。差し上げます。お。感動している様子の高田さんを見れば、私は自分が確実にいいことをしたのだという自信が持てて嬉しかった。この肌触りの良さ、丁寧な仕上げ方、十二分に値段がつけられますよ。趣味にとどめるのはもったいない話です。なぜか普通の人は気にしないであろうことを褒めてくれる高田さんだったけど、その時はあまり考えなかった。このご趣味は長らくおやりで。ええ、まあ。でしょうね。手慣れた感じが伝わってまいります。場所が場所ですから、ないやもしれませんが、何かこれまでの実績がわかるものはございますか？おかしなことを聞いてくる高田さんだったけど、求められれば見せるべきだろうと思い、私は自分のスマホに記録してある今までの作品の写真を見せた。素晴らしいですね。まったく素晴らしい。感服いたしました。ありがとうございます。手作りのぬくもりは、どうあがいても既製品にはかないません。あなたは素晴らしい方だ。静かに目を閉じ、慈しむような雰囲気でぬくもりをかみしめている様子の高田さんを見ていると、まるで私は徳を積んだかのように思われた。しかし、返す返すもったいない話です。小田切さんはすでにお金になる技術をお持ちでいらっしゃるのに、それを活かせる機会に今まで恵まれてこなかった。世間の者どもは、どこに目をつけているのやら。なぜか怒っている様子の高田さんだったけれど、自分の得意分野でお金を稼ぐという考えが私には皆無だったこともあり、なんだかそれはあまり意味のない怒りのように思われた。それはそうと、いつもの100円差し上げますよ。おお、ありがとうございます。高田さんは、私からもらった100円でスーパーへは行かず電話ボックスに向かった。それから数日、高田さんには毎日会って続けて100円ずつをあげたのだけれど、彼はその硬貨を握りしめては電話ボックスへと向かった。さすがに私も高田さんがどこへ電話しているのかまでは知らないし、そんな権利もない。ある日、不思議なことに、いつもの時間帯に行ったにもかかわらず、公園に高田さんはいなかった。ほんの少し寂しさを覚えたものの、悪い言い方をすれば、その日暮らしのホームレスに一箇所に定着しろというのも難しい話なのかもしれないと思った。お母さん、また公園行くんでしょ？私もその方がいいわ。老害と一緒にいると思考が汚染されるから。一ヶ月ほどが経ち、やはりその日も嫁にいびられ、いたたまれなくなって私は公園へ向かった。はぁ、話し相手がいないというのは、思っていた以上に寂しいもので、脳裏にあの高田さんの顔が浮かぶのも無理からぬ話だった。こんにちは、小田切さん。はい？声をかけられて顔を上げると、目の前にはとても立派なスーツ姿の、柔和で素敵な笑みをたたえた老紳士が立っていた。どう考えても私との接点なんかないだろうに、どうしてこの老紳士は私の名前を知っているのだろう。当惑していると、彼がどこかで見たような、うやうやしさで頭を下げ、
おもむろに名刺を差し出した。その節は大変お世話になりました。高田さん？名刺を見て、にわかには信じられなかったけれど、私の記憶にある高田さんの顔から武将髭を引き算して、髪の毛をきちんと整えれば、この老紳士だし、何より目の輝きが同じだった。もう一度名刺を見ると、社名として普通の人なら誰でも知っているどころか、全国に支店を展開している、超有名な衣料品メーカーの会長とあった。どうして大企業の会長さんがホームレスに？はい、先日社長の座を息子に譲りまして、自分の時間が少し持てるようになったのですが、私の思い出に関連してでございます。思い出と言いますと、私も昔は食うや食わずの生活を送っていたことがありまして、ちょうどこんな寒い日でした。厚着ができずに困っていたところ、一人のホームレスが現れて、自分のマフラーを私にくれたのです。そして高田さんは以前私があげたマフラーを取り出した。ずいぶん昔の話ですから、あの恩人はもうこの世にはいないでしょう。しかし、あの人の気持ちを知りたい。自らが何もないはずなのに、他者へ優しさを分け与えられるほどの豊かさを持つとはどういうことか。短い間でしたが、それが分かりました。高田さんはまるでとても大切な真理を見つけたように目を細めて続けた。他者から心を分け与えられたなら、それを大切に育て、いつか誰かに返す。生半可な人間にできることではありません。底辺を見たことがあり、そこで生き抜いてこそ得られる強さです。心のアンテナを研ぎ澄ませ、真実を見る目を持つ。それだと思いました。高田さんの話は少しわかりづらく、戸惑いが私の顔に出たのか、彼は続けた。すみません。少し関連的な話で。要は小田切さん、あなたの優しさが私を気づかせてくれたのです。本当にありがとうございます。それはわかるんですが、私に何を。それはもしかしたら失礼な言い方だったかもしれないけど、高田さんはとても優しい笑みで返した。ご恩を返しに参りました。薄汚いホームレスにも優しさを分け与えてくださった。そして手芸の腕が確かなあなたに、ぜひともご提案したいことがございまして。高田さんの言葉の意味はすぐには分からなかった。少しお時間をいただけませんか？はい。高田さんが私の隣に座った。ご恩返しのご提案というのは他でもございません。小田切さんを見込んで、うちの会社で新しく展開するハンドクラフト品の専門店の支店を一つお任せしたいのです。契約書を提示してくる高田さんだけど、それは少し唐突な話で、すぐに理解しろというのは難しかった。あなたからいただいた100円で、秘書と電話の話し合いを重ねましてね。我が社は人を第一に考えております。あなたなら店を任せるにふさわしいと判断いたしました。褒めてくれるのは嬉しいけれど、いきなり言われてもやっぱり困る話だった。あの時、あなたからいただいたマフラーのぬくもりは、終生忘れられません。あの優しさを、広く世間に伝えたいのです。あなたご自身がお嫁さんにひどい目に遭わされていることは何度も伺いました。自立する一助にもなると思ってのことです。でも私なんか
お店を持つような柄じゃないですよ。経営に関しても全くの素人ですし。小田切さん、謙遜は美徳ではありますが、過ぎたそれは褒められたものでもないですよ。私の目も節穴ではありません。あなたには素質がある、間違いございません。経営に関しては全力でサポートいたします。どうか受けていただけませんか。それは逆に誇示すれば、この高田さんにとんでもなくひどい仕打ちをしてしまうように思われたし、実際息子夫婦から独立するという願望も皆無だったわけじゃないから、少し考えた結果答えた。わかりました、謹んで受けたまわります。おお、ありがとうございます。かくして私は高田さんの会社の傘下で小さな手芸店のお店を一つ任されることになった。店自体はこじんまりとしていたけれど、それは逆に私の目が隅々まで行き渡るということであり、環境としては理想的だった。その後の私は息子夫婦にバレないように家で荷造りをして、それが終わった頃、息子には書き置き代わりのメールだけ送って、新しい住所は知らせず黙って引っ越した。経営することになった店の従業員たちも私に敬意を払って大切に接してくれて、とても居心地が良く、私は自由を満喫し、息子夫婦のところへ戻る気なんかまるでなくなった。ちなみに引っ越し先のマンションは、万一にでも息子たちが訪ねてくると困るので、高田さんのアドバイスもあり、警備員が常駐するセキュリティの厳重なところにした。助けてよ母さん、家事要員がいなくなってすげえ困ってるんだよ。俺たち二人で全部はできない。全くもって甘え切った文面のメールが毎日のように来たのだけれど、私は親の役目は終わったと突っぱね続けた。それからしばらく後、ただの好奇心の息は出ないにせよ、息子夫婦の家の近くへ行くと、玄関をくぐらなくてもわかるほどの明らかな異臭が漂っていて、生活が破綻していることが容易に察せられた。息子からは日々の窮状を訴えるメールが頻繁に来たけれど、一切を無視した。嫁についても全く物事の因果関係が分かっていないらしく、それどころか今度は息子をいびり始めたらしい。つまりあの嫁は常に誰かを虐げないと気が済まない性格のようで、なおさら縁が切れたことに清々した。当然という言い方は適切かどうかはわからないものの、夫婦間では喧嘩が絶えず、生活が荒んでいったことで息子は仕事もうまくいかなくなり、窓際の間食に左遷となり、給料も激減したとのこと。その後も延々と息子からはメールが来たものの、反省の態度が全く見られなかったため、話にならないし、そもそもが身から出たサビなのだから知ったことではなく、私は自分の人生を生きることに専念した。高田さんは時々私の店を視察に来て、お客さんを紹介してくれたりと良好な関係が続いていた。こうして私はやっと幸せをつかむことができた。ある日、息子から電話が入った。父さんは今どこにいるの？何か用事でもあるの？お父さんなら本社勤務になって会社の独身寮にいるのよ。しばらくカイトは沈黙し、ためらうような口調で話し出した。父さんの会社に独身寮なんてないよ。どうしてカイトがそんなこと知ってるの？カイトの説明によると、就活しているとき合同会社説明会に参加したそうだ。そこに夫の会社も参加しており、他の学生が独身寮があるのか尋ねていた。それを覚えていたらしい。どうして独身寮に行くなんて嘘をついたのかしら。私は不安になった。またカイトの沈黙が続く。カイトは何か知ってるの？
ちょっと言いにくいことなんだけど、親父は浮気しているみたいなんだ。誰かと見間違えたんじゃない？母さんの気持ちもわかるけど、間違いなく親父だった。今度は私が沈黙する番になってしまった。何をどう言えばいいのか、言葉にならない。受話器を握る手が、ブルブルと震える。私は、御子柴七恵、43歳、専業主婦。夫慎吾、45歳と二人暮らし。息子カイト、23歳がいるが、大学入学を機に家を出た。義両親とはうまくやっていて、時折我が家を訪ねてくる。友達の話だと、特に義母がうちに来るのはいやらしい。私はそれが嫌というわけでもないし、いろいろ話をするのはいい気晴らしだ。義父の大五郎68歳と義母の霞67歳も仲が良く、よく連れ立って出かけている。健康のために散歩の日課は欠かさずに行っているようだ。今日は義両親が散歩ついでに近くの和菓子屋で団子を買って遊びに来てくれている。私はその団子が大好物なので、思わず頬が緩んでしまう。私はお客様用の最上級のお茶を義両親に入れてあげ、一緒に団子を堪能している。美味しいものを食べると、誰しも笑顔になる。先日もカイトから電話があったぞ。元気でやってるみたいだな。社会人としてうまくやってるかしら、心配だわ。カイトなら大丈夫よ。しっかりしているし、気配りもできる子だから、みんなに可愛がられるタイプよ。そうだといいんですが。七重さんも子離れしないと。心配なのはわかるが、カイトも立派な大人だよ。カイトはおじいちゃん子、おばあちゃん子だ。大学生の頃から定期的に祖父母に連絡を入れていたようだ。あの子は人に気を使う子よ。電話をくれるのがいつも夜の8時50分なのよ。私はどうしてだろうと不思議に思った。そんな私に気づいたのか、義父が説明を始めた。9時からはドラマを見ることが多いだろう。だからコマーシャルの時間に電話してくるんだよ。それに9時過ぎるとドラマを見ている最中じゃ、それだとありがた迷惑だしな。私はなるほどと思った。そんな気を使っていたんだ。会社でもうまくやっていけるんじゃないかと思ってしまう。その夜、夫に義両親が来たことを伝えた。だが、なんとも反応が薄い。未だに反抗期が続いているのかと皮肉めいたことを思ってしまう。夫と義両親は仲がいいという感じはしない。そうか。その一言で終わってしまい、会話が続かない。義両親は気さくで物腰が柔らかだ。夫がこの両親から生まれてきたとは到底思えない。付き合っている時は笑顔を絶やさず、常に紳士的だった。道を歩く時は必ず車道側を歩いたりしたものだ。だが夫は結婚した途端に豹変した。横柄な口ぶりに、俺がお前を養っているんだ。と言わんばかりの尊大な態度。騙した夫が悪いのか、見抜けなかった私が愚かなのか。今二人をつなげているのは子供だけだと思う。そんな夫が、いつになく今日は機嫌がいい。春の人事で本社勤務になったんだ。やっと俺も運が向いてきたぞ。それは良かったですね。私も別の意味で嬉しかった。給料が上がれば生活費も増やしてくれるだろうという思惑があった。夫は生活費だけを私に渡して、金銭の管理は自分でやっている。夫の給料がいくらなのかさえ私は知らない。今までは生活費がギリギリで何の余裕もない暮らしをしてきた。
これで少しはマシな生活ができると思った。しかし、それは思いもよらない言葉で打ち砕かれた。当分の間、会社の独身寮に入ることにした。ここからは通勤に遠いし、部屋を借りるのも金がかかるからな。夫の単身赴任は何の異論もないし大賛成だ。お前一人になるからお金は少し減らすぞ。俺の生活費もかかるからこれくらいでいいだろ。言われた金額は今の半分以下。これでは一人でも生活はままならない。金が足りないなら、パートでもアルバイトでも好きなことすればいい。私は唖然として言葉も出ない。俺に会いに無理して来なくていいからな。電車代ももったいないし、要は女人禁制なんだ。会いに行く気もないが、それより生活費が半分以下なんてありえない。昇進するんでしょ？なんで生活費を減らすの？おかしいわ。生活費を渡さないと言ってるわけじゃないんだ。だったら生活費はいらないんだな。そう言われると、私は黙るしかなかった。こんなひどい夫に誰が会いに行くもんか、と思ってしまう。しかし、それは私が夫を訪ねて行く気をなくすための、姑息な手段だとは気づかなかった。仕方なく私はパートで働くことにした。そうしないと、自分の食費さえ足りなくなってしまうからだ。初めてハローワークを訪れてみた。職を求めて多くの人が集まっている。気になる会社の概要をプリントアウトして順番を待つ。1時間近くは待たされただろうか。やっと順番が回ってきた。先方と連絡を取ってくれた。すぐに面接してくれるということだ。家からも一駅しか離れてなくて、通勤にも便利だ。住所を頼りに訪ねた場所は、雑居ビルの一室の小さな事務所だった。ドアをノックして入ると、自分がイメージした事務所とはかなり違っていた。庶民的な雰囲気が漂っている。面接を担当してくれた人も、とても感じがいい。安藤隆と自己紹介をしてくれた。私好みの人だ。私は結婚して以来働いたことがなく不安だと正直に伝えた。うちはうるさい人もいないし、何かあったら私に言ってください。簡単な質問があり、後日連絡を入れるということで事務所を後にした。すぐに採用の連絡が来た。仕事は簡単な事務仕事で、仕事を教えてくれる先輩の女性も気さくな人だ。特に、面接担当をした安藤さんは、私に気を使ってくれて、何かにつけて声をかけてくれる。年齢も大して違わないようで、すごく話しやすい。帰りがけに喫茶店に寄ってお茶をしたり、一人生活を楽しむことにした。しかし、夫に近況を伝えたのは失敗だった。やっと手に入れた自由はすぐに奪われた。夫は、私を束縛し続けた。夫は夕方自宅に電話をかけてくる。それに出ないと、翌日ネチネチとどうして出なかったんだと質問してくる。おまけに一度電話に出ても1時間後、あるいは30分後、不規則に2度3度と電話がかかってくる。私は音を上げた。夕方から家を出られなくなってしまった。私に自由を与えないつもりだ。そんなある日、カイトから電話があった。父さんは今どこにいるの？何か用事でもあるの？お父さんなら本社勤務になって会社の独身寮にいるのよ。しばらくカイトは沈黙し、ためらうような口調で話し出した。父さんの会社に独身寮なんてないよ。どうしてカイトがそんなこと知っているの？カイトの説明によると、就活しているとき、合同会社説明会に参加したそうだ。そこに夫の会社も参加しており、他の学生が独身寮があるのか尋ねていた。会社側の説明によると、独身寮はないが、
住宅補助は出ると担当者が言っていたそうだ。どうして独身寮に行くなんて嘘をついたのかしら。私は不安になった。またカイトの沈黙が続く。カイトは何か知ってるの？ちょっと言いにくいことなんだけど、親父は浮気しているみたいなんだ。やっと話し始めたかと思うと、とんでもないことを喋り始めた。今日は先輩と一緒に営業回りをしていたそうだ。次はこの会社に行くからな。先輩が示した会社は、夫の勤めている会社だったそうだ。ひょっとしたら、夫にばったり会うかもしれない。会ったらどんな顔をすればいいのか、と思ったらしい。夫とカイトは仲が良くない。思春期の反抗期からずっと仲が悪いままだ。今日は担当営業部長に挨拶するだけの訪問だった。面会はすぐに終わった。時刻も夕方5時を回っている。先輩は直帰するからお前も帰っていいと言われた。カイトは父親と仲が悪いとはいえ、仕事上付き合いがあるかもしれないので、社会人として挨拶しようと思ったらしい。カイトは会えるかどうかわからないが、しばらく会社の前で夫が出てくるのを待っていたそうだ。夫らしい人影が見えたので声をかけようとした。しかし、夫の後を追いかけるように若い女性が走ってくる。夫は家では見たこともない満面の笑みで女性と連れ立って歩き出した。カイトは何か怪しいと思い身を隠した。女性はカイトと同じくらいの年に見えたそうだ。女性は美人でスタイルも良かったらしい。夫はカイトに気づかないまま、その女性と親しげに身を寄せて夜の街を目指した。高級レストランに入り、小一時間ほどして出てくると、洒落たバーに入っていった。探偵気分で後をつけていたが、見つからないようにしないといけない。おまけに、不自然にならないようにしながら、長時間その場にいなければならないし、大変だったそうだ。そしてこれから先が問題だ。残念ながら、二人はラブホテルに消えていった。私はカイトの話を聞いて動揺した。誰かと見間違えたんじゃない？母さんの気持ちもわかるけど、間違いなく親父だった。今度は私が沈黙する番になってしまった。何をどう言えばいいのか言葉にならない。受話器を握る手がブルブルと震える。夫は浮気をしている。それも息子と変わらない年の女性だ。頭の中が真っ白になってしまう。母さん、大丈夫？僕がきっちりと話をつけるから、しばらく知らないことにしてて。何か考えがあるの？うん。親父をこのままにはしておかないよ。母さんに悲しい思いをさせるなんて、俺が許さない。私はカイトの力強い言葉が嬉しかった。頼れるのはもう息子しかいない。それから一ヶ月近く経った。その間、カイトからの連絡はなく、どうしたのだろうと不安になってしまう。夫からの定期連絡は相変わらずかかってくる。浮気のことを問いただしたかったけど、カイトの言う通りに何も言わなかった。若い女、それもカイトとさして年も変わらない女とホテルに行くなんて。怒りで頭がクラクラしてしまう。夢の中で二人が私を嘲笑う。ババアにはもう用はないんだって、どこかに行ってよ。私たちの前に現れないで。お前の神器臭い顔なんかもう見たくないんだよ。何度同じ夢を見ただろうか。その度、私はうなされて目を覚ましてしまう。会社でもついうとうとしてしまう。彦芝さん、顔色悪いよ。具合でも悪いの？このところ熟睡できなくて寝不足なんです。不眠症だな。何か心配事でもあるの？私は本当のことも言えず、曖昧な返事しかできなかった。
そんなすっきりしない毎日を過ごしていたところ、カイトから嬉しい連絡が入った。初任給でみんなにプレゼントを買ったからパーティーをしたいとのことだった。週末に義両親の家にみんな集まってプレゼントを渡したいらしい。無理しなくてもいいのに、でも嬉しいわ。カイトももう社会人になったんだなと実感する。大したものはプレゼントできないけど、楽しみにしててね。夫の浮気の件には何も触れてこない。祝い事に水を差すのも気が引けたので話題にはしなかった。私は当日義実家に早くからお邪魔して、一緒にパーティーの料理の支度をした。ランドセルを背負ってると思ったらもう社会人なんですもの。時が経つのは早いわね。わしらもあっという間に年を取るわけだ。私もカイトが生まれたのがついこの前のように感じられる。義両親が言っていることが実感としてわかる気がする。この日は夫も来るらしい。会うのは何ヶ月ぶりだろう。浮気の件を問いただすべきなのだろうか。思い悩んでしまう。テーブルの上に義母と一緒に作った料理を並べた。インターホンが鳴り出てみると、カイトだった。早かったわね。おじいちゃんもおばあちゃんもお待ちかねよ。久しぶりに会うカイトは少し大人びて見えた。やはり社会に出て顔も引き締まったように感じられる。疲れたでしょ？早く上がってゆっくりしなさい。義両親もカイトが来てくれたことが嬉しくてたまらないらしい。義父も玄関まで迎えに出てきた。みんな元気そうでよかったよ。今日はいろいろ準備してくれてありがとう。カイトは私たちに囲まれてリビングへ通された。私がみんなの飲み物を用意している間に、カイトは質問攻めにあっていた。仕事には慣れたか？先輩にいじめられてないか？ちゃんと食事は食べてるの？義両親は聞きたいことが山積みで、矢継ぎ早に質問している。カイトは嫌な顔一つせず、質問に答えていた。先輩は面倒見がいいし、少しずつ仕事も任せてもらってる。それに、みんなとうまくやってるよ。寮では朝晩ちゃんと食事が出るから心配ないよ。とりあえずカイトが会社に馴染んでいることを知ると、義両親は安心したようだ。それにしても、慎吾は遅いな。料理が冷めてしまう。噂をすればなんとやらで、インターホンが鳴った。対応すると、やはり夫だった。遅くなってすまん。なかなか仕事が終わらなくて。食事が始まった。カイトの好物をメインに料理を作った。カイトは美味しい、美味しいを連発している。それに比べて、夫は無然とした顔で食事をしていた。食事も終わり、リビングに場所を移した。いよいよ、カイトからのプレゼントが配られる時が来た。まずは、おじいちゃんとおばあちゃんにこれ。義父に渡されたのは、細長い箱にリボンが付けられている。なんだろうな、開けさせてもらうぞ。どうぞどうぞ、おじいちゃんが欲しがっていたものだよ。それは、海外の有名ブランドの万年筆だった。義父はいろいろ書き物をする機会が多く、この万年筆に憧れていると聞いたことがある。カイトもよくそんな話を覚えていたものだと感心してしまう。祖母には白檀の扇子が贈られた。きめ細やかなデザインが彫り込まれている。見るからに高級そうだ。夏には必需品でしょ。熱中症には気をつけてね。義両親は目に涙をうっすらと浮かべている。大事に使わせてもらうよ。宝物にさせてもらうわ。二人とも大事にしすぎて引き出しの奥にしまい込まないでね。使わないと意味がないから。わかってますよ。ちゃんと使わせてもらいますよ。母さんにはこれだよ。
それは品のあるブローチだった。今度、一緒に洋服を買いに行こうよ。このブローチに合う服を探してあげるよ。私もまた、涙が溢れそうになる。そんな私たちを、夫は冷ややかな目で見ていた。俺には何をくれるのかな。楽しみだな。カイトの表情が、がらりと変わった。親父にはこれだよ。カイトは大きな封筒を渡した。夫は、怪訝な顔をして、中身をテーブルの上に広げた。何枚もの写真が出てきた。そしてその写真を見た途端、夫の顔から血の気が引いていった。夫は慌てて写真を隠そうとするが、時はすでに遅しである。何なんだこれは。何でもないよ。カイトのドッキリだよな。夫はカイトを睨みつける。ドッキリじゃないよ。報告書が封筒の中に入ってるよ。カイトは封筒の中から報告書を取り出した。そこには、克明に夫の行動が記載されていた。浮気相手は、佐藤ゆかり、24歳。夫と同じ部署の女性らしい。お前はなんてことをしてるんだ。それも息子と大して変わらない年の女性と関係を持つなんて、気は確かなのか？イフの土器に満ちた声に、夫は縮み上がった。日頃温厚な人だけに、怒ると凄まじい気迫がにじみ出る。給料はこんなことに使いやがって、もっとマシなことに使え。夫は言い訳できるはずもなく、全く意味不明なことを叫び出す。こんなことにお金を使わせたのは親父の責任だろ？母さんに謝れよ。義母は声を上げて泣き出してしまう。私の育て方が悪いから、こんな息子になってしまったわ。ナダイさん、許して。義母は私の前に土下座してくる。お母さんのせいじゃありませんよ。土下座なんてしないでください。私も義母に土下座させたままにするわけにもいかない。義母を抱き起こした。私にも悪いところがあったんですよ。お母さんは何も悪いことなんかありませんよ。シンゴ、ちゃんと説明しろ。夫は観念したのか、浮気相手のことを話し始めた。浮気相手となる佐藤ゆかりが入社してきたのは、一昨年のことだそうだ。新入社員の教育係として、夫が担当になった。夫は家では不愛想だが、外ではいつも笑顔を絶やさない、爽やかな男性を演じている。ゆかりがそんな夫に惹かれてゆくのは、時間の問題だったようだ。若い男性では、物足りなく思っていたらしい。ちょい悪おじさんに惹かれたのは、ゆかりの家庭環境にもあったようだ。ゆかりは、母子家庭で育ってきた。だから、父親的な存在に憧れていたのだろう。あるいは、夫の誘いを待っていたのかもしれない。すぐに男女の関係になったようだ。本社勤務になったのは、本当のことのようだ。アパートを借りて、同棲生活が始まった。アパート代を捻出するために、私の生活費が削られたわけだ。自分が浮気しているものだから、私も浮気するに違いないと心配したらしい。それがあのしつこい夕方の電話になったのだ。自分が浮気しておきながら、私が浮気するのは許せないらしい。なんとも身勝手な考え方だと思う。もっとも、浮気する気など全くないのだが。お前とは縁を切る。七重さんには優秀な弁護士をつけて、お前と浮気相手には最大限の慰謝料を払わせてやる。今すぐこの家から出て行け。義父の怒りに、夫は逃げるように出て行った。義両親はしきりに謝ってくる。七重さんは何も心配することはないぞ。すべてこちらでやるからな。生活費の援助もさせてもらう。そこまでしていただかなくても大丈夫ですよ。カイトだっているし。そうだよ。おじいちゃんは何もしなくていいよ。いや、私にやらせてくれ。
そうしないと私が納得できないんだ。そうよ、七重さん。私たちに任せなさい。実際、私には弁護士に相談する費用さえなく、その言葉に甘えるしかない。話は順調に進んでいった。夫はゆかりさんにぞっこん惚れ込んでいたようだ。ゆかりさんさえいれば、すべて失ってもいいくらいに思っていたようだ。離婚協議では、経済 DV も認定され、慰謝料の他に和解金も上積みされた。不当に渡されなかった生活費、その他もろもろのお金も加えられ、かなりの金額だ。それらの慰謝料を払うと、夫の手元にはほとんどお金は残らなかったようだ。家は離婚の財産分与として手に入れた。家のローンを支払うという条件が付けられたが、義両親がお詫び代としてローンを支払ってくれた。浮気相手のゆかりに対しても慰謝料の請求がされた。ゆかりには夢があり、お金を貯めていたらしいが、それはすべて慰謝料に充てられた。それがゆかりにはかなりショックだったようだ。慰謝料の立て替えを慎吾に頼んだが断られたようだ。立て替えてやりたくてもお金がないのだから仕方ない。ゆかりは夢を食い散らかされたように感じたようだ。精神的に病んでしまい、会社を辞めて実家に帰っていった。私にゆかりが病んでしまった責任があるわけではないが、心が痛む。怒りに任せてゆかりにも慰謝料を請求したことを後悔している。母さんが悩むことじゃない。それにどうすることもできないんだよ。忘れるしかないよ。カイトの言うことに間違いはない。ただ、私の心が苦しいのだ。実家は九州の離島で、慎吾も簡単には会いに行けるところではない。それに、小さな村なので、慎吾に来られると、どんな噂を立てられるかわからない。絶対に来ないでと、釘を刺されたようだ。離婚をしたので夫は、慎吾という名前を持った赤の他人でしかない。その男がアパートで一人暮らししようが、私には関係のないことだ。それぞれの人生を送ればいいだけのこと。だが、慎吾の粘着気質には、へきえきさせられる。俺が悪かった。よりを戻してくれ。失って初めてお前の価値が分かったんだ。ゆかりはただの遊びだ。何度も何度も、慎吾から電話がかかってくる。この頃は、慎吾に喋るだけ喋らせて、無言で電話を切る。話からすると、かなり部屋は汚くなっているようだ。一度部屋を写した写真をメールで送ってきたことがあるが、画面から異臭が漂ってくるようだ。すぐに削除した。とうとう俺は営業から外されてしまったよ。この頃、失敗ばかりしているし、服が臭いとか言われているんだ。みんなお前が悪いんだ。私はこんな男と夫婦でいたのかと思うと、うんざりした気分になる。どう責任を取ってくれるんだよ。浮気もバレて、営業トップだった俺が、社史編纂室行きだなんて、会社を辞めてくれと言われているようなもんだぞ。すべては自分の責任だと思えないのか？どれだけ人のせいにすれば気が済むのだろう。慎吾には、もうまともな理性は働いていないのだろうか。そんなある日、また慎吾から電話がかかってきた。今夜行くからな。覚悟してろ。電話は荒々しく切られた。私は震え上がった。どうしよう。慎吾は何をしでかすかわからない。ためらいながら、カイトに電話をした。今、出張中なんだ。なんとかするから。玄関の鍵をかけて、絶対外に出ないで。何とかするなんて言っても、カイトは出張中なのにどうする気なのだろう。ともかく、部屋中の鍵をかけて回り、玄関の鍵をかけて、チェーンもかけた。夜になった。怖くて、明かりもつけられない。ビクビクしている時に、突然インターホンが鳴る。飛び上がるほど、ドキッとした。玄関を激しく叩く音。
いるのはわかってるんだ。開けろ。慎吾の怒鳴り声に、私は震え上がってしゃがみ込んだ。すると、外から誰かと言い争いする声が聞こえてくる。そして、静けさが戻った。インターホンが鳴った。モニターに、義父が映っている。急いで玄関に行き、ドアを開けた。安心していいぞ。慎吾は追い払ったからな。私は、安堵からその場に泣き崩れた。おろおろする義父に続いて、義母が入ってきた。もう心配ないからね。二度と七重さんには近づかせないから。私は、義両親に上がってもらった。二人にお茶を出しながら、お礼を言った。七重さんが頭を下げることじゃない。あんな息子に育てたわしらが悪いんだ。義両親が来たのは、カイトが連絡してくれていたからだ。義両親は、慎吾が現れるまで、物陰に隠れて待っていたそうだ。明日、慎吾と話をつける。知り合いの船長が人を探しているんだ。遠洋漁業をやっていて、一度船に乗ると、一年は日本に戻ってこれないらしい。船に乗って、根性を叩き直してもらわないとね。実は慰謝料も、すべて私たちが立て替えているのよ。私たちの言うことは、聞いてもらうわ。あんなバカな息子でも、わしらにとっては可愛い子供なんだ。バカな親だと思って、笑ってくれ。親なら、誰でも子供は可愛いに決まってます。七重さんは、浮気相手のゆかりさんのことを気にしていただろう。お金は返してきた。元気にしていたぞ。ご迷惑をおかけしました。遠くて大変だったでしょ。それにお金を返さないと。いや、お金はいいんだ。取っといてくれ。そうしないと、今度はわしらの気が済まない。それからしばらくして、慎吾は船に乗ったと、義父から連絡があった。慎吾が更生するかしないか、もう私には関係ないことだ。今は、カイトが会社でビッグプロジェクトに参加できたことを喜んでいる。そして、そこで成果を上げることを願うばかりだ。義両親とは仲が良く、今でも時折訪ねてきてくれる。七重さんもまだ若いんだから、人生これからよ。老け込むにはまだ早すぎるわ。実は、お付き合いを始めている人がいる。会社の安藤隆さんだ。夫の不倫のこともあり、ただいい人だなと思っていた。毎日出勤し、安藤さんと話していると、心が穏やかになる自分に気がついてはいたが、その感情がそれ以上のものだとわかるには少し時間がかかった。もう何年も感じたことのない感情だったから。しかし、離婚した今、その気持ちに正直に向き合うことができるようになり、私は告白した。すると、たかしさんも面接の時、私に一目惚れしてしまったと告白してくれた。季節が巡るように、私にもまた、春が訪れている。